はい、皆さんこんにちは。シャオミミーノート10。先日シャオミからのツイッターでこちらを拝見したんですが、どうも前回の撮影でホテルの撮影、建物内の照明が AI に比べて白飛びをしているのが引っかかっていましたので、再度撮影をしてきました。夜の中でそこだけ照明で照らされ浮かんだ場所ということで、今回はこちらで撮影をしてきました。駅を出て最初の撮影ですが、石垣はさほど変わりませんが、背景がナイトモードだと明るくなっているのが分かります。次に上テラス大阪の看板ですが、奥の店の看板ともに明るさが抑えられているのが確認できます。次にビルの照明ですが、拡大してみると横方向に伸びる照明の明るさ、こちらが抑えられています。ではメインの建物を撮影していきます。さすがに AI だと建物が白飛びしていますが、ナイトモードだと輪郭ともにうまく処理され撮影ができました。こちらは北側の外堀を撮影しました。実際の見た目はかなり暗い場所になります。 AI 撮影だと ISO は8597まで上がって撮影されました。ナイトモードに関してはさらに ISO が11014まで上昇しています。確かに公式ページに書いてある暗闇を気にせずに写真を撮ること、こちらはかなりできますが、水面に関してはかなりノイズがひどくなっています。今回の撮影は画面をタッチする等は行わず、ピント等は全てミーノート10任せと撮影になっています。では極楽橋からの撮影になります。 AI 撮影も白飛び以外は特に悪くないんですが、どうしてもそこだけは AI に任せないでナイトモードに依存している感じでしょうか。ご覧いただいているように、実際もビデオ撮影のようにかなり周囲が暗い場所からの撮影になります。石垣もライトアップされていましたので撮影をしてみました。ナイトモードだと石垣が均一に表現され、また手前の地面も明るく表現されるようになります。では刻印石広場を登って天守閣の下まで到着しましたので、メインの撮影をしていきます。こちらからの撮影だと違いが確認しづらいので、違いが分かるように交互に再生してみます。正面に移動しつつ撮影をしてみます。こちらからの撮影だと照明が一番よく当たっているので、 AI だと白飛びが大きいので分かりやすいと思います。ではラストは入場口からの撮影になります。ビデオ撮影だとかなり明るく白飛びをしているのが分かります。ここまでの撮影ですとナイトモードはかなり使える感じです。ミーノート10ですが、二条城でも思いましたが、色の表現がとてもいい感じだと思います。特に金具の金色といい、今回大阪城の屋根の緑色、こちらがとても綺麗に表現されているのは驚いています。撮影にはもう一台のスマホ、ファーウェイ P30 も同時に撮影してきましたので、次回は比較動画を予定しています。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。